始まりましたダンサートーク MC のさやかです。よろしくお願いします。2022年明けましたね今年もまだまだダンサートーク続けていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。今日はもう早速ゲストの方を呼んでいきたいと思いますのでめっちゃ笑ってるわ可愛い。本日のゲストダンサーはみーこです。どうぞイエイ出てきた。はい、お願いします。ダンサーのみーこです。みーこです。お願いします。みーこちゃんなんですけれども、ね、前になる10年近く前になるかもしれんけどもドリームスカムトゥルーさん の, あのダンサーをね、はい、たくさんステージに出してくれるという企画で一緒に踊ったダンサーさんでございます。はいはい、私その時さ、あの東京で一緒だったんだっけ、なんか名古屋で一緒だったんかと思ったけど、東京で一緒だったよな。はい、でも出身は名古屋です。名古屋で会ってる。名古屋のダンサーのこと言うことです。他にもね、あの私がこう SNS とか見る限りで知ってるのはあの渡辺直美ちゃんの、あ、そうです。結構ビヨンセのパフォーマンスしますせの時に結構裏でアシスタントとして結構動いてますよね。ね、サポートしてるということで、どんなことをやってるんですか、あの、はい、振付アシスタントとして入ってて、はいはいはい、そのビヨンセのなんかミュージックビデオとか、はいはいはい、ライブとかの完コピー、全部見てもうその通りに直美さんに本人さんに教える。あ、教えても、はい、直美ちゃん自体に教えてる。教えてます。先生してます先生してます。だってね、もうビヨンセのパフォーマンス自体がやっぱこう世界的な歌姫のパフォーマンスやから難しいと思うよ。難しい。あ、でもご本人がねパロディやってるのもすごいことやと思うけど、ダンサーも結構頑張らないと難しい振り付けをね、こうやってくれてるということで、はい、いつもエンタメをありがとうございます。こちらこそ見せていただいて。そんなね、ちょっとね、面白いでしょ、今一気に興味がちょっと思うんですけど何その仕事みたいな。芸人さんとね、お仕事することもあるんですよね。芸人さんもおるよね、はい、CM とか見てもらったら踊ってたり、ああいうのもやっぱダンサーがね実は裏で振り付けしてたりするんでございますということで、はい、今日はそんなみーこちゃんのじゃあ旦那さんでみーこちゃんのダンサールーツを聞いていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。みーこちゃんの、ダンスとの出会いをまず聞いてもいいですか。はい、いつからダンスやってるんやろうっていう、小学2年生の時から始めたんですけど、はい、友達に誘われて、でそのスタジオがもうほんと徒歩30秒ぐらいでめちゃめちゃ近くて30秒、そう30秒でスタジオに行けちゃうっていう。何で それでもう趣味程度で始めました。小2から始めたの。ちょうどなんかいいね、低学年からの。そうです。それは自分から言ったのかな、親御さんが見つけたのかしら。近いんで。そうです、近いので、ね、行きたいってなるのか。そうです。もう初めて習い出したジャンルは何やったの。ヒップホップとジャズですね、一緒に。もう先生があの何人か教えてるんですよ。あ、そうですよ。もう普通のスタジオでみたいな。そこで習い始め、もちろん名古屋やん、ね、名古屋です。そうです。そこのスタジオにはどのぐらいというか、中3までですね。中3まで3、4、5、6、7年間。はい、でもそこでもう土台をいろいろ教えてもらって。そうなの、小学生時代からもう。じゃあもう小学校の時は習い事他にもしてた。まあ、ピアノしてました。ピアノしてた。音楽が好きな子かな。好きですね。はい、そう。でピアノもやってて、でピアノも結構続いたりとかした。ピアノは小6までやってみたいな感じで、でもやっぱりその楽譜が覚えれなくて、そう覚えれなくて、難しい、やめちゃいました。でもダンスは、ダンスは続けだって中学生になっても、こっからさ、中学生で、多分こっからの節目でぶつかるのが、高校受験手前、中3ぐらいの時にそろそろもうお受験モードに切り替わらないといけないんじゃない、ダンスはちょっとお休みにしないとみたいな時期に差し掛かるから、そこまでなのかなっていう印象もあるんだけど、そこはどんな感じだった、中学生の時は。はもう私そんなに正直あの頭が良くなくてで近くの高校で行けるところがなくて、その時にたまたまそのバウ栄光ハイスクールっていう
高校を見つけて、あ、ここならいけるんじゃないかと、いわゆる栄光ハイスクール、はい、そうです。私、ね、正直知らなかったんですよ。あ、そうですか。そのクロードリーダンサーやって、うん、東京の結構ダンサーの子たちと触れ合うまで、バウなんちゃらバウ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 、なんかそういう犬がおんのかワンちゃんの話みたいなんで、よく分かってなくて、バウっていうね、はい、あれは専門学校になるのか、専門高校からある、はい、午前中がその高校の授業やって、うんうんうん、で午後にダンス2レッスンとか3レッスンやります。はい、なんかね、もう調べたらすぐ出てくると思うんですけど、うんうん、なんかそういう、こうダンス以外にも多分いろいろあるのかな、はい、専門的なことがいろいろ学べる学科のそういう高校、学校があるんですって、はい、私も知らなかったんですけど、クロードリダンサーの中には結構バウ出身ですとかバウに行ってましたっていう子が多かったんですよね、うんうんうん、それで私も知って、なんか大阪出身なので、え、バウってなんてどんなところだろうっていうかもしれない。で、シゲさんが教えてる、そのドリカムさんの、ね、振付師のシゲさんもあの先生をやられてるっていうことで、はい、そこで私も知った学校の名前なんですよ。どうなんですか、私東京のね学校事情が全然わからないんですけどもバウっていうのは東京のそのダンス、まあ、プロダンサー目指したいっていう子からしたらどういう存在なんですか、バウは。いや、もう行ってよかったなっていう高校ですね、やっぱり。 そこでつながりも増えますし、そのダンスを基礎から学べるので、うん、やっぱりつながりない、もうゼロの状態で行った私はもう本当にラッキーだなって。そうだよね、地方だったから。地方だったので、はい、なおさらそう、はいはいはい、あ、そういうつながりがやっぱすごいできるっていうのがいいな、うん、結構ね、専門学校とかをね、あのやっぱ後輩に向けてというか、あの情報発信とかもしていきたいなと思ってるけど、じゃあ東京に来るってなったらどこの専門学校がいいんですかみたいな質問もたまにね、はいはいはい、とかでくれるんですよ、はい、なんかそういう時にこう、多分バウだけじゃなかったと思うんだよ、うん、あります、いろいろあります、ね、ダンスの学校とかダンススクールも東京はいっぱいありますから、うん、その中でこうちょっとバウの、まあ、卒業生としてこうおすすめなところを、そうですね、ちょっと聞いとこうか。おすすめのところ、ね、聞いとこう広報の人じゃないから。そう、でもバウはやっぱり、うん、そうですね、つながりは一番、うんつながりはね、本当にバウのこうあるのかなって思ったのが、そのクロドリの現場でもシゲさんがね、あの多分バウの生徒さんなんでしょう、はい、何人かに声かけて、ごめん次この現場に出てほしいねんけどちょっとなんか時間みたいなのを、なんかその場その場で、ね、多分もう昔から何年も関わってきたその先生と生徒さんやから、はい、なんかこうパッてその場でも仕事のやり取りをなんかできたりとか、うん、その場でプレイヤーのことすぐ先生のこと、うん、でそういうシゲさんみたいに、シゲさんだけじゃなくて、うん、やっぱ教えてらっしゃる方も講師陣調べてくれたら分かるんですけど、バリバリ活躍してる、もう振り付けお仕事もいっぱい持ってる先生方がもう勢ぞろいみたいな感じなんで、ね、です本当に先生たちもあこの子にお願いしたいなとか、うわたくさんダンサー欲しいなどうしようっていう時にバウの子に、でそのバウの子のなんか信頼の関係、信頼関係はすごいありますね、バウのすごい感じるんだ、はい、ああいうのがだから、あいいなと、うん、やっぱそこに関わってない人からしたら、そう、ね、いいなみたいな、なんか仕事はやってくれるそこの関係性はやっぱバウ子じゃないと、ね、ないの、バウ子って言うか分からない結構先生と生徒の距離は頑張れば頑張るほど近くはなります。そうなんだ、はい、なんかそういうアットホームな感じになっていくっていうのもいいよね。そうですね、やっぱり刺激し合ってお互いを高め合ってプロダンサーになっていく高校なので、うん、そうですね、そうだからね、東京行ってなんかどこどういう風に過ごそうかなとかね、これからもしかしたら、うん、あの進路に悩んでてちょっとバウ気になったなっていう子は、あの、まあ、説明した概要欄に載せとこうかな、はい、したらここまで、はい、ここまでよかったら、それ気になる子は調べてみてください。どんな格好がわかります、おすすめでございます。おすすめです。ちなみに、まあ、そんなね小学生から中学校、まあ、10代の時とかを、はい、もうこう音楽にダンスに触れ合ってきて、その中でもなんかこうずっとそうやって続けていきたいなっていうきっかけになったこう憧れの人とか、まあ、ダンサーなのかアーティストなのかわからないけど、はい、好きな人っていたりする？もうダンサーの、ダンサー今はもう振付師なんですけど、アコさん、アコさんがもう師匠ですね。アコさんになるんだ。はい。オーガール。そうです、オーガール。アコさんになるんだね。そっか。
でもそうだよね、その渡辺直美ちゃんの、そうです、オープニングで話した直美ちゃんのあの振り付け、ジャパンバージョンのあのビヨンセのパロディを作ってる振り付けはやっぱアコさんになるよね。そうですね、アコさんがもうそうキャスティングして、うんうんうん、もう全体のダンサーの構成とかもつけたりとかするので、はい、ね、そうだから結構ああいうかっこいいグルービーな振り付けとかを、女の人なんだけどすごいかっこよく振り付けてくださる方だと思うので、うん、はい、との出会いは最初なんだったの？出会いはそのバウの体験授業。バウなんだ、はい、そうです、出た出た、中3の時に受けたその体験授業があって、うん、もうこの人だって思わない、ビビッと、そうそうそう、ビビッと来て、もうそれがきっかけで、はい、はい、そうです。どういうことをあこさんからこう学べるなとかかっこいいなっていうのはそばにいてて感じることあるね。たくさんありすぎちゃって、うん、まずはやっぱりそのグルーディーなところ、うん、もうなんだろう、バイブスというか、そう、ね、この熱い気持ちはやっぱりもう一番近くにいて、あ感じるなと思って食らいました。わかるよ、わかるよ。でもレッスン受けたことはあるので、何回かね、あるので。みーこちゃんも結構なんかそういうあのその時代のというか音楽とかで結構振り付けたりするのね、うん、そうですね、そうだよね、女かっこいいみたいなやつでバンバン振り付けてるので、はい、よかったらインスタグラムとかも見てください、見てみてください。東京のきっかけはもうそのバウになるんやね。バウですね、そのアコさんですね。で中3でさ、それ、はい、名古屋からさ体験を受けて、はい、高校はもう進学じゃなくてそのバウに専門的な高校に行きたいですっていうのを親御さんに言った時は どうだった？ご両親はどうだったか。あ、もう即 OK でした。平和的な即 OK でした。でも結構血が早い、はい、中には結構反対される方もいるんですけど、うん、私の親はもう本当にありがとうございます。羨ましいな。いやいや、高校なら私もやっぱり高校はね、普通のやっぱこう、うん、あの地元の高校に行ったんですよ、うんうんうん、でもやっぱりそこで当時ね、少年チャンプルっていうのが、またここでごめんなさい10個ぐらい年が違うんで、ちょっと世代的関係があるかもしれないですけど、チャンプルに出ていろんな高校がね、うんうん、そういうコンテストとかって出るじゃん。その時になんかやっぱ高校が専門高校に行ってる子でやっぱダンス科があるみたいな、うん、専門高校に行ってる子が羨ましすぎて、高校でこんな普通の就職系の高校に行ったから、うん、こうやって勉強してる時間の間あの子たちはダンスやってるんやみたいなのが羨ましくて羨ましくて、でもそういうことでね、そのみんなが高校の勉強してる間、まあ、大学に行く子は大学の勉強してる間はずっと踊りをメインに、踊り、そうです、やっぱね、これこの決断はでも本当に本人の意思とあと両親の教育方針がやっぱ一致しないと、やっぱり私自分の力だけではもうどうにもできない、そのたくさんの協力があってちゃんと行けるので、お母さん、本当にありがとうございます。いい方なんだろうな。そしたらこんな明るい娘に育っておりますということで , 笑ってるだけです。でもそれがこう応援できるっていうね、共有、うん、できるご両親っていうのがすごいじゃない。今も私今子供たちのお受験にちょっと疲れてるからまあ小学生とあの3歳なので、この間幼稚園受験が終わってでダメだったんですけど、幼稚園受験と、あとはあのこれからもしかしたら中学受験、長男は中学受験に向けて動き出すかもしれないので、やっぱそこのね、多分こう話し合いとかこうぶつかり合いはあるんかなと思うからさ、でも私は好きなことをやってって言ってあげたいんやけどな。せやんな。親の方の気持ちはちょっと初めてやから、これから頑張りますということで、本当にご家族の、ね、サポートがあってということで、うん、本当に感謝してますもう、ね、本日はここまで、後編の動画をチラ見せ。素敵なダンサーさんとたくさん出会う中で、はい、ちょっとここターニングポイントだったかもなとか、この言葉が先輩から言われて刺さったなみたいな言葉とかありますか。はい、3つあります。めっちゃかっこいいで、こんなヒャンヒャンヒャンってしてるけど、踊ったら、これまたダンサーギャップですよ、踊ったらもうめちゃくちゃかっこいいので。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、高評価もよろしくお願いします。コメントもお待ちしてます。 LINE 公式アカウント、 Instagram、Twitter もぜひ友達追加フォローをお願いします。次回後編もお楽しみに。みーこちゃんよろしくね。Let's dance a talk!